DJ 太郎が六本木ヒルズから生放送でお届け J-WAVE Hello World。 今夜のテーマは定期的にお届けしておりますアイデア&イノベーションメディアのそうワイヤードコラボ企画第14弾 SF 映画実現ラボラトリーボリューム1スターウォーズのデススターは実現可能なのか。ゲストはですね、民間宇宙開発チームハクト代表の袴田武さん、そして、おなじみでございますけど、ワイヤード編集部のまさに C3PO とも言うべき若林圭さん。俺がそっちなの。俺そっちなの。ちょっとほらやっぱあの背丈的にもちょっとあと髪も切ったからなんとなくそうなっちゃったんですね。そして R2D2 的な存在でございます。エディターの小谷智成さん、勝手に言ってますけど。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。さあまあ今年からですね、ワイヤードが隔月の発売になったことを記念いたしまして、はい、逃がさないよって言って年間テーマを設けようということでございまして、 SF 映画の実現ラボラトリーを掲げて、はい、あの SF 映画に出てくるあれは実現可能なのかを、テクノロジーの世界で第一線で活躍する方々にまあガチで質問していこうということになりまして、はい、浜田さん、はい、そんな記念すべき、はいね、はい、番組的には2回目ということになりますけど、はい、よろしくお願いいたします。当然もう3人とも SF 映画お好きでいらっしゃいますか。好きです好きです好きですね、はい、軽いですよ。もうちょっとなんかちょっと好き感がもうちょっと小谷さんどの辺がでも一番僕割と好きなのはあれです、大宮地区とかエリジウムとかニール・ブロンカンプ好きですね。そっち行きますね。5月チャッピー新作があるんですごく楽しみにしてます。それ言っちゃった、順番聞く順番間違えました。若林さん的には。僕もね、大宮地区はめちゃくちゃ好きですけど、僕はねでも最近ねあれです、毎週スタートレックの DVD 見てますね。毎週スタートレックの DVD、 J.J. エブラムスが撮ったやつですね、うんうん、あれを交互に毎週見てるっていう。なるほどね、なんで俺見てんだろうって思いながら毎週見てる。好きなんですよ。好きなんです、ね。浜田さんは、はい、もう自分はスターウォーズがもう好きでですね、まあ、宇宙興味持ったきっかけも実はスターウォーズだったので、ね、はい、だからこうやってその道に進まれると余計またその映画でのあのシーンが見たいなとか僕らよりも思うところいろいろあると思うんですけど、今日はその辺もいろいろと、お話をお伺いしていきたいと思いますけどね、はい、記念すべき第1回目の、年間企画の今夜はですね、スターウォーズのデススターは実現可能なのかということでございまして、現在月面無人探査を目指している民間宇宙開発チームハクトの袴田さんに、お答えいただこうと後ほどね、思っておりますので、はい、その前に一曲いきましょうか、デススターは実現可能なのか後ほどガチでお答えいただきます。うん、あれ見ました、チャッピーの。まだ見てないです。見てないですか、うん、僕もまだ見てないです。見てない。僕明日見に行く。あ、行くんですか、うん、チャッピーも見たいですね、うん、ストーリーは全部聞いちゃいましたけど、うん、面白そうですねやっぱりね、うんうん、今年は何気にちょっとこうそういう SF 系 SF 対策系のやつで、うん、そうですね、ちょっとこう いろんなアングルのものがあって面白いですよね、うんうん、まあ、最後にスターウォーズが最後にそうですよね。12月ね、楽しみですね。あれ全世界公開日一緒なんでしたっけ。確かにでもそうなんですよ。日本もそうですかね、日本も18でしたっけ、12月。そうですね、今思えば最初のいわゆるニューホープも12月公開予定でずれたんですよね、はい、うん、そうなんです、ね、本当は、当初一番最初の予告が、スターウォーズって文字がこうやって宇宙空間のこと大きくなってきて、こうご期待みたいな感じで全く映画ですね。なんじゃこれ。今だとありですけど、当時だと全く意味わかんないっていう。すごい自信あったんですからね。いや、あの映画ほとんど撮る国だったから。そうなんでも楽しみだな。ね、楽しみなんですけど、さっきもちょうど言ったんですけどね、ハリソン・フォードは大丈夫なのかっていうね、自分で操縦する飛行機が墜落したんですよ。でも生きてるんですよね。生きてます、生きてます。そうですね。ただちょっと結構怪我は大きいみたいなんですけど、生きてますっていう一応こうアナウンスがあっただけで、その後の様子が全くそうですね、あれされてないでちょっと心配ですね。そうです。そうか、みんな出てくるんだっけ、マーク・ハミルとか。出てきます。一応設定でいくとなんか30年後40年後の世界なので、ちょうどいい、年齢的にもちょうど合ってるんで、キャリー・フィッシャーとかも出てくる。
キャリーフィッシャーもちろんあの格好で出てくる、ね、それは見たくねえなそれあの格好で出てくる意味がないっていうね、そう、そのままジャバと一緒にいる、本当本当、でもあれ予告編よくできてましたね、あれね。そうですね、 JJ が撮ったやつね、やっぱすげえなと思って、ね、何ですかその火を吹くライトセーバーとか、ね、うーん、かなりこう、そうそうそう、いいっすよね。 あとサッカーボールみたいなロボットみたいな出てくるじゃないですか、超いいっすよね。 That was Jam City Unhappy をお届けいたしました。 Hello World、 今夜のテーマは定期的にお届けしておりますアイデア&イノベーションメディアワイヤードとのコラボレーション企画第14弾 SF 映画実現ラボラトリー Volume 1デススターは実現可能なのか、I'm your father. やりたかった、ね、このために わざわざこのエフェクトをさっきギリギリで作ってたんですけ ど僕がいつやるのか分かんないからやるときには両手を上げることにしてあとはミキサーさん見ててくれればって感じなんですけどね、こんな感じ、あのもしやりたかったら言ってくれればかけますからワイヤード編集長の若林圭さん、そしてエディターの小谷智成さんとガチでいろいろと、質問していきます。お答えいただくのは月面無人探査を目指している民間宇宙開発チームハクト代表の袴田武さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、ね、いやまあ今日はですね、スタジオの中にまたもう気になってしょうがないんですけど、はい、まさかあれが例の月面行く予定のやつじゃないでしょうね。はい、あの月面に行く予定の月面探査ローバーですね。それを小脇に抱えてさっきスタジオに入ってきた時、はい、いいんですかと思ったんですけどね。はい、まあ、あの東北大学で基本的には開発をしているんですが、まあ同じモデルを東京でも持ってますので、まあ今日はそれをお持ちしました、うんうん、ありがとうございます。まあ、ちょっとその辺の話も後で後ほどいろいろ聞いていきたいんですけど、皆さんからもねいろいろ来てます。デススターは建造できたとしても惑星破壊しちゃうレーザー兵器の方も莫大な予算がかかりそうっていう、あ確かにそれはありますよね。そうですね。でも面白いですよね、まあ、もう今の皆さんの認識でいくとできるできないっていうのも当然あるんですけど、ね、予算面のことも考えるってことはある程度頑張ればできるだろうっていうね、はい、部分を意識されての質問なのかなっていうところでもありますけどね。はい、ということでございまして、まあ、皆さんのそんな質問もね、投げかけていただければと思います、ハッシュタグは HW813 と、いうことでございまして、引き続きですねいろいろと送っていただきたいと思いますけど、まあでもスターウォーズに期待するところいかがでしょうか、うん、若林さん。期待するところ、うん、今度新しいやつですか。いやまあ監督が JJ ってことで、うん、まあ、予告編見ただけで、いや僕ね正直言うと1は見たんですけど2、3も見てないんですよ。 4、5、6 は見てたんですけど、うん、だちょっと間中抜きしちゃってるんですけど、うんうん、ちょっと興味失ってたんですね正直言うと、ね、なるほどね。やっぱり予告編見たらちょっともう思いっきりそれだけテンション上がっちゃいまして、うん、やべえやばいっていう気分になってんで、かなり楽しみにしてます。あの予告編以降はまあ特に情報ないんですよね、うん、と思いますけど、一番気になるのはハリソン・フォードが、そうですね、飛行機で事故を起こしてっていうね、うん、ちょっとその後の情報とかもまだ入ってきてないんですごく気になってるところではあるわけなんですけど、うん、はい、さあそれではですね、今日のまあテーマですけど、はい、まあ、そのデススターは作れるんですかっていう、まあ、はい、とんでもない質問なわけなんですけどね。聞かれた方が困る。まずデススターなんぞやというところでございますけど、デススターこれ簡単に説明するとですね、まあ、スターウォーズに出てくる宇宙要塞なんですね。要塞なんですけども、デススターって言ってるぐらいですから星だと。当時でそのスケール感ってすごいですよね。そうですよね。要塞星だよっていうところでございまして、うんうん、はい、宇宙に建造された、まあ、巨大な機械の星で、その大きさ直径120キロとなっております。はい、うん、どのぐらいの大きさかって言いますと、まあ、地球の直径が12742キロということでございます。まあまあそう考えると、そんな僕らもっとでかいと思ってましたよね。なんとなく月ぐらいのサイズが、月ぐらいはあるんじゃないかな、うん、意外と小さい、意外と100分の1、まあ
っていうことになりますかね、はい、うんうん、と思えばまあまあね、まあできるだろうと できるだろうというところで、うん、はい、わかりました。じゃあですね、早速もうまず回答からいただきましょうか、はい、できるかできないのか、それでは袴田さんに、聞いてみたいと思います。ガチで質問させていただきます。デススターは実現可能ですか？ノー普通にやったら、今の技術でまあ普通にやったらノーじゃないかなというふうには思いますね。何がこう一番ノーな要因ですか？はい、そうですね、ちょっといろいろとですね、まあ、調べてみたんですが、120キロの直径を、星のように、組み立てるとなるとかなりの材料が必要になってくるはずなんです。そうですね、確かにね素材ねメディアルでまあ、ね、はい、その量とかを考えてみると相当な量で、今まで地球で出てきている、まあ、鉄を使うにしても、うん、鉄の産出量の何十倍何百倍何千倍もっとかもしれませんけども、そんな、量になってくると思うので、建造物としてのまずその部材っていうか、はい、その材料確保が今だってとやっぱ無理だろう。そうですね、今、はい、宇宙に地球の物質を持ち上げるのでも1キログラムあたり100万円ぐらいかかってますんで、うん、それもさらに加えるとですね、すごい金額になってくるかなと思います、うん、じゃあ仮にですね、まあ、例えば、まあ、宇宙空間に建造するんだったら、はい、地球から持ってくっていうのが非常にまず難しいと思うんですよね、はい、例えばそういう資源的な鉱物を、まあ、月なりどっかから、はい、まあ、運んだ方が、見つけて加工して、はい、うん、その方が、まあ、宇宙空間に運ぶのはちょっと、ですね、楽というか、はい、もうちょっと現実的だったりも、ね、まあ、やり方によっては確かになんとか実現するやり方もあるかなとは思うんですけども、ちなみに直径120キロが無理だとしたら、はい、うん、どのぐらいのサイズのデススターだったら、はい、そうですね、どうしても作りたい。いやごめん、俺どうしても作りたいんだよっていう場合には、はい、まあ、体積は3乗で効いてくるので、半分にすれば8分の1にはなるんですけども、なるほど、まあ、今宇宙に浮かんでいる一番大きな建造物って国際宇宙ステーションがありますね。ISS、 なるほど。それがまあ大体こう、大きさで言うと、サッカー場ぐらいの、広さですね。そんなに大きいんですか。はい、まあ、太陽電池パネルとかこう広げたらっていうことですけども、あれをじゃあ球体ぐらいにしようと思ったら、はい、できるかな。できるかもしれないですね。可能かもしれない。できますよ。できますよ。お前さん、お前さんもうさっきからできますよしか。ちなみにUS 版のワイヤードで実際にデススターを作ったらどれぐらいコストがかかるかっていう記事が出てて、85K ドルらしいんですよ。すいません、腸の上、腸の上の K でしかもドルですからね、はい、円じゃないですからね、さらに100倍です。全然イメージつかないと思うんで、外になるのが K、 ちょっと調べたんですけど、はい、今年平成26年の日本の一般会計予算、なんか国家予算と思っていただいていいと思うんですけど、が96兆円なんですよ、うん、でそれってだから8854倍らしいんで、だから国家予算だから8800年分の日本の国家予算かけるとできますねっていうところですね。もうまあいろんな意味からしてもうその当然桁が違う、桁じゃん、あれをもうね作ってすぐね壊されたんじゃたまったもんじゃないですよね。そういう意味ですね、すぐ壊されました映画の中ではね。でも金持ってんすよ帝国軍。まあまあそう、浜田さん今日真面目にやる気ありますか。ね、しかも2回作ってますから、ね、そうだね、そう結構なスピードでね、そうそうそう作ってますからね。帝国軍やっぱすごいんですよ、ね、すごいですよね。すげえ金持ってんすよ。だからそういうことですよね。そうすげえ金持ってんすよ。そうそう、資産があるってことですよね。そうなんです。うわ、そう考えるとやっぱりまあそのデススターはともかくですけど、まあいろんな意味でその宇宙にそのステージ、あ、今でいうああいうこの太陽パネルとかついてるステーションではなくて、本当の建造物を作ろうと思うと、はい、まだまだやっぱりこう、そうですね、うん、まあそれなりの重量のものを作るのは難しいかなと思います、うん、ただ唯一そのデススターに近い形でやろうとしたら、はい、うん、おそらくですね小惑星をですね、うん、活用してその上に建造物を建てていく。その言ってる小惑星って今どのぐらいの大きさのことを考えてる、はい、まあサイズがいろいろあるんですけども、うん、例えば NASA だと今後10年ぐらいで小惑星を地球軌道まで持って帰ってこようっていうようなプロジェクトも、構想がされていてですね、
それ資源目的、資源開発目的ですけども最終的には。なので、まあ、そういったところに今後はその行くと、はい、あ、じゃあなんか宇宙開発は本当はね、なんか、うん、あの月にステーション作るんだとかなんとかって今聞いてますけど、最新情報でいくとちょっといろんな方向性に今は、はい、そうですね、小惑星持ってくるってすごいですよね、うん、はい、すごいですよね、どう引っ張ってくるのかね。そうですね、どうやって持ってくるのかっていうのを今あの研究中と、はい、まあ、そうするとそこに建造物ができれば、ある意味ちょっとこう借りてきました、はい、デススターみたいな感じになるわけですよね。はい、はい、うわー、今日の話これ面白いぞ。それでも小惑星どれぐらいのサイズのものも、ね、いろんなサイズがあって、 どのサイズかはちょっと NASA の研究ちゃんと読んでないと分かんないですけども、あのそこそこ大きめの、直径 数キロから多分数百メートルから数キロぐらいの出くるんじゃないですか、ね、まずは一回ちょっと小さめのやつで、ボーリングしてですね。そう、最終点はドリルをして資源を取るっていう、怖いですね。なんかその地球の軌道に乗せるつもりがちょっと、メテオの失敗して、それで地球にみたいな、はい、その時だからブルース・ウィリスがドゥルドゥルやんなきゃいけないんですよ、ね、で長生きしてもらう、早く押せ早く押せ、絶対間に合わねえぞそれみたいな。あれですよ、そっかそっか、うまくできてるうまくできてるんですですね。しかしあれはまた時を近くして同じような映画2本やりましたからね、うん、そうですね、ディープインパクト、あれも惑星に、あっちはもうちょっとシリアルストーリーでしたけど、うん、ね、よかったですね、アルマゲドン俺本当に好きだった、良かったですね、大好きでした、ね、僕は好きです、僕はあのメンバーでエクスペンダブルズやってる、ね、一部ちょっとこうガイドしない人もいますけど、ブシェミだ、ブシェミだね、そう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 ですよ、いや、いろ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 やってるんですよね、 NASA ってすごいですよね、でも訳分かんないですね、その発想が分かんないですよ、ね、どう持ってくんだろう、どう牽引するの、どうやって、そう、それを今いろんなとこからアイデアを集めて検証実験をこれからやろうとしてるみたいですね、すごいっすね、はい、ありがとうございます。皆さんからこう実現したら辺がいっぱい来てますので、ちょっとその辺もあ、なるほど、はい、面白そう、プログラムの質問、あ、来たね、そうそう、デススターの前に恒星間の広報や通信は実現できるんでしょうかって、めちゃくちゃ君 JAXA だろ、 JAXA ダイレクト実はまだ JAXA から送ってんじゃないのツイートで、J-WAVE Hello World、今夜はですね、定期的にお届けしておりますアイデア&イノベーションメディアワイヤードとのコラボレーション企画第14弾、 SF 映画の実現ラブラトリーボリューム1、デススターは実現可能なのかというのをお届けしております。思った以上にあの話の方向性がいろんな方に広がって無重力状態になっておりますけど、ワイヤード編集長の若林圭さん、そしてエディターの小谷智成さんと、ガチで質問しております。お答えいただいてますのは、月面無人探査を目指している今最も宇宙に近い男でございます、民間宇宙開発チームハクト代表の袴田武さん、引き続きよろしくお願いいたします。皆さんからもですね、これできますかっていろいろこう来てるんですけど、はい、はい、吉坊さん、トータルリコールです。好みの記憶を買って自分の記憶を上書きすること、もしくはインセプションのように夢を通して人の潜在意識に入り込むというようなことは実現可能ですか。そうですね、まあ、ちょっと宇宙とは離れてしまいますけども、ね、最近こう脳を操る、簡単に操る、簡単にというか、シンプルに使う、はい、コンピューター、実装するコンピューターの構想も出始めてきたようなので、結構現実に向かって走り出してるんじゃないかなと思います、ね、脳の信号でなんか右左はなんかできる装置とか、なんか試験的になんかできてますよね、はい、そうです、脳でこう思い浮かべたものをその、はい、まあ、面白いとか猫耳とかああまあまあそうですよね、ありますよね。そうするとあ、もう結構我々のレベルの段階にまで降りてきてるものもありますね。続いていきましょう、モーガン自由人と書いて多分モーガンフリーマンってことだと思うんですけど、
スターウォーズのスピーダーバイクに一度乗ってみたいです。半重力で浮いてるけど、スターウォーズに出てくるビークルは変にふわふわ浮いている感じがしないところが素晴らしいと思いますっていう。うん、そうですね。あれすごいですよね。あれすごいですよね。ただすごそうなんですけど、ええ、この前ちらっと YouTube の動画で見たんですけども、あの今ドローン流行ってるじゃないですか、うん、はい、あのドローンをスピーダーに改造し て、うん、してそれで本当に森の中は ね、はい、高速で走ってるやつやってますよね、あれね。もしかしたらそのドローンをもっと大きくすれば人が乗って今後できるかもしれない、ね、人が乗れるドローンっていうのも実は開発あるんですよ、人型のサイズ の、あの今人形とかでテストしてるんですけど、僕だったらまだ絶対乗りたくないな、ちょっと危険なレベルなんですけど、一応ドローンを大きくして人を乗せるみたいなのもありますね。あとこんな質問です。スターウォーズでどこにいても更新するとあのホログラムで現れて話すことができるやつ、あれ実現できますかって。そうですね、あの聞いたことがあるのは今アメリカのある企業でそれに近いことが作られてるんじゃないかと言われてまして、全然情報出てこないんですけど、 Google とかが巨額な投資をそういう方にしていると。なんかあれですよね、あのもう一番思い出に残るのはあの R2D2 がこうピョッと映し出して、レイヤ姫がね、オビワン、タスクオンリーホープっていうね、今吹き替え版でやってました、ね、いわゆる あれがまだできそうでやっぱできない。そうなんです ですね。何かがないとそこにこう映し出すことまだできない、ね、それができてきてるかもしれない、はい、こうやって話してるとなんかまだできてないと思ってるんですけど、実はにわかにもう出来上がってるものもあるんじゃないかというところでございますけど、はい、まだまだ皆さんからの質問も、ね、引き続きお待ちしております。ハッシュタグ HW813 の方まで送っていただきたいと思います。さあ、ここで一旦ですね、デススター宇宙のお話は、ブレイクいたしまして、この後は曜日別にアーティストを共通のテーマに合わせて選曲、ミュージカルに見て東京バガボンド、今夜はマンスリーナビゲーターね、キャリーパミパミさんがご登場でございます。キャリーさんも実は宇宙から来たんじゃないかなとそこに思っておりますけど、はい。そして11時頃からは再び SF 映画を実現ラボラトリー、 SF 映画の本気世界をですね、実現しようとしている人たちのお話です。